なんかもう寝起きで酔っ払ってる感じなんですけど、全然もう酔ってないじゃないですか。寝起きでなんかもう酔ってる感じですよ。お前はうるせえんねん。お前の方が酔っ払ってんねん。まあ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 頑張って配信しますね。で、個人的に大将に僕電話したんですよ、うん、お前出るよって言ったら、あ、内藤さん、ちょっと今日は友達と会うのにタイミングがあったら内藤さん分かりましたって言ったから、うん、そしたらもう来いよって言ったら、うん、はい、分かりましたって言ったから、うん、もう大将とも、うん、そういうコラボできればって、うん、なるほど。大将、お前のパンチを大関の当てでやれ。でも、まあ、今何人いった106。おい、106人とか行くんだね、うん、分かる。やっぱり豊かと俺でコラボした方がいい。僕はいつも2000人が目標なんだ。はい、新内と豊かチャンネルの豊かちゃんでーす。どうもです、皆さん楽しんで、なんかそのね、この配信をまあ見て楽しんでください。はい、本当に本当に今皆さんが楽しい配信を送りたいので、ちょっとね、まあ僕もラオ君もまあ寝起きっていうのもあるんですけど、皆さんには関係ありません。楽しく楽しくエンジョイエンジョイエンジョイ、あかんやつやって感じで楽しんで、まあ配信をさせてもらいます。空いてます、空いてます、空いてます、来ます。はい、ありがとうございます。頑張ってください。もう実際入ってますよ、朝から。大丈夫ですか、ね、お前に言われたくない。おじさんだ、こなきじじい、こなきじじいみたいじゃん。ちゃんといや、おじさん入ってますもんね。こなきじじい、こなきじじい、こなきじじい、コラキジジイ、マジで。コラキジジイみたいな。帽子取ったら数字伸びた。あ、減った。減ったとか減ったとか減ったらしい。お前、意外にしない。帽子取ったら30人減った。めんどくせえことやったから。帽子取ったらお前、めんどくさいことやったから。減ったってよ、どうすんじゃ。この辺で終わらせますか。